はい。え、それではですね、え、行列式の情報性ということで、まあ、情報性って何かというとですね、まあ、ここに書いてあるんですけども、2つの正方行列 AB があったときに、まあ、かけたもの,の行列式ですね。かけたもの,の行列式はそれぞれの行列式の積だと。これは非常に便利な性質ですね。はい。で、これをま、行列式の情報性と一応言っているわけですけども、これを、あの、説明したいと思います。で、 えっと、ま、これを使うとですね、ま、後でもやりますけど、ま、ちょっと、あの、自分で問題作れたりもするので、え、ま、ぜひ、ちょっと活用していただきたいと思いますが、まず、証明ですけども、ま、簡単にちょっと、ざっくりと説明しておきます。え、行列式を定義するときですね、と、ま、よく、あの、ま、最初から形でやった方がいいと、ま、確かに形でやってもいいんですけども、ま、形で入ってもですね、その行列式の特徴というのは、ま、見えてこないので、ま、僕はこの、えっと、一連の解説の中で、行列式を、ま、ちょっと、 定性的に定義して実際の形がどうなるかということで説明してきたわけですね。で、ここでこの定性的なもので特徴付けした、あの、行列式のその定義がですね、まあ、生きてくるわけですね。えー、つまりどういうことかというと、この証明が非常に簡単にできると。まあ、AFB というのはですね、この AB のかけたものを行列式というふうに置いときます。はい。まあ、目標はこれがこうなるということなんですけども、えー、ここで,ですね、これを、これどういうふうに見てるかというと、まあ、A というのはま、固定してですね、これを固定するわけですね。 固定しといて、あの、B の関数と思って考えるんですね。B の、ま、列ベクトル、N 次元、N 次元数ベクトル、N 個の組みに対して、ええ、ま、B に A をかけたもんで行列式を取るっていう関数が作れるんですね。ま、この関数はですね、多重線形性、対価性、交代性を持つわけですね。なんでか、ええー、線形性はまあ、あの、まあ、簡単なんですけども、あの、線形性は例えば、あの、B の一列目が、なんかこう、2つの B1、 足す B1 ダッシュという形になったらすると、そこでかけたもんっていうのはですね、これ、やっぱりこの AB1 足す AB1 ダッシュという、まあ、形になっているわけですね。だから、あの、それでも行列式ですから、そうするとこの行列式の、あの、その1列目がですね、こういうふうに,和になっているんで、この行列式の線形性によってですね、こ,このこれだけのやつとこれだけのやつの輪に分かれるわけですね。ということで、まあ B の1列目がなんか B1 と B1 ダッシュの輪に分かれてたら、 この F の行き先も、それぞれ B1 の行き先と B1 ダッシュの行き先の和になるっていうことが言えるので、多重線形性が言えるわけですね。まあ、要は、A をかけるっていう操作が線形なので、線形と線形の合成なので線形だと言ってもいいわけですけども、まあそういうことになるわけです。それが対価性と交代性は、これはほとんど明らかで,ですね。要するに、対価性っていうのは B1 と B2 が例えば同じものやったとするとですね、A をかけてますね。AB、AB の1列目と2列目は一緒になるわけですね。まあそれは、あの、かけたときに、 え、右側の B は列をその掛けたものをコントロールしてるわけですから、あの、B の1列目と2列目は一緒やったら、AB の1列目と2列目は当然一緒になるわけですね。で、そうするとそれの行列式ですから0になるということで、まあ、対価性持ってると。ね、交代性も同じですね。あの、B の1 3列目と4列目を入れ替わっていたら、AB 掛けた方も,も3列目の積み入れ替わりますから、その行列式の符号はひっくり返ると。ということで、 復習ですけども、多重線形性、対価性、交代性。まあ、これはまあ、どっちだったかとか,なんか言ってましたけども、あの、これを持つ関数ですね。こいつは、まあ、要するに、単位行列における値を指定しなかったら、その、まあ、その値がまあ、例えば、K だとすれば、それは、まあ、最終的にその行列式ですね。えー、行列式の定数倍になると。その定数がこの K だということを言ったわけですね。ということで、これを使うとですね、はい、何言えたかというと、 この fb はですね、この en における値。これは1かどうかわからないわけですけども、それの値と b の行列式の積になるといます、ね。これは b の関数だったわけですけども、これ b の行列式というものを特徴づけのうち、この3つの性質をこの f は持っているので、唯一持っていないのはこの en における値1と言いうことですね。で、要するにこれは en における値 ×b の行列式という形になるんですけども、じゃあこの en における f の値は何か言ったら、これ e、a、に代入したしまいですね。代入したら a かける e の a ですから、これ、ああ a かける e のは a ですから、これの行列式は a と。ということで、ここに定数 a の行列式が出てくるんですね。ということなんで、証明終わりです。いや、簡単でしたね。はい。ということで、あのー、なんかややこしかった多重線形性とかですね、何をわけたかいこと言うとんねとか言ってた感じの話がですね、 ここに来て、この行列式の情報性という非常に美しい性質をですね、まあ、導き出すということですね。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。これはまあ、あの、さ、エグザンプルですけども、えー、27141342と、まあ、こっちは行列式1とマイナス十なんですけど、これかけるとですね、えー、まあ、簡単に計算で、2かける1たす7かける4で30、1かける1 4が1十七と23が6と72、72と、まあ、こういう感じで計算できるんですね。で、行列式を、まあ、素直に計算するとですね、 計算すると、まあ、330-340でマイナス10と。で、これ 1× マイナス10ってなってますね。ということで、これ行列式にちゃんと情報性持ってるってことで、一応、まあ、例でシ、まあ、シミュレーションできたわけですね。もう一つですね、この、この例があるんですけど、これ、あの、上半三角と下半三角です。上半三角と、上半三角と下半三角かけると、えー、何でもない行列ができます。 なんでもない別に上半でも三半でもない行列が出てくるわけですね。ところがまあこっちの行列式は前もやったように215かけたと324かけたもんでいいわけです。ということはまあこれの行列式がまあ計算できるわけですね。まあ250と326727240と。でねまあ、これの行列式が240ってパッと見わからないですよね。はい。ということで皆さんはここで自分で問題を出せるわけです。自分に自分、自分で自分に問題を出せるわけです。 はい。こういう三角行列の積を計算して、行列の計算できますからね。ほんで、あの、出てきたやつをですね、まあ、これ行列式を、まあ、これから、まあ、いろんな、もうちょっと方法やっていったりしますけど、まあ、前回やったような列基本変形を使って計算して、えー、符号を間違えないうまくやって、最後240出たら、お合ってるということで、えー、自分でこうね、毎日寝る前に、ちょっと問題を作ってやってみる。ということをやる、やることができるわけですね。はい。で、あの、答えがわからへんやと。 あのー、もちろんなんかそういう数式処理ソフトとか使えば、これは出ますけども、えー、まあそんなことをやってもしょうがないんで、自分を鍛えるためにはやっぱり自分で問題を作って自分でやるっていうことはまあできる。これは非常にいいですね。はい。で、まあ上の例,例のようにですね、この、ここでまあ自分で問題を作れますよっていうことを書いてます。はい。で、ここでちょっとおまけなんですけども、この行列の情報性っていうのを使うとですね、まあこれさらっと一行で書いてあります、ね。非常に重要なことで、 A が正則であるとすると、A と A インバースをかけたら単位行列になるんですけども、それの行列式を考えると、これ A と A インバースの積ですから、積の行列式ですから、この行列式は A の行列式と A インバースの行列式の積なんですね。はい。で、EN の行列式は当然これ1なので、えっと、A の行列式と A インバースの行列式をかけたら1になりますということなので、当然 A の行列式は0ではない、 ということですね。さらには、A インバースの行列式は、A の行列式のインバースだということもわかるんですね。はい。これ非常に重要な性質ですね。はい。まあ、さらっと一行だけ書いてありますけども、これ、まあ、非常に重要な性質です。はい。で、えっと、実はこの A の行列式がノンゼロということが、A が正則であるための必要十分条件になるということを、まあ、次の、えー、この一連のやつじゃなくて、これの次ですね、4因子の話のところで出てきますけれども、まあ、そこでまたちょっと説明したいと思いますが、 とりあえず、こういうことは言えます。ということで、生息性判定に行列式が使えるということですね。はい、それでは例題ですね。行列式の情報性ということで、えー、次のように基本行列の席で表された行列 A がある A の行列式を求めようということですね。はい、えー、これを計算してみてください。では、ちょっと考えてみてください。 はい。それではやっていきますね。えっと、これは簡単ですね。あの、基本行列の行列式はもう分かっているわけなので、えー、まあ、スラスラとできると思いますが、まず最初は PNIJC。まあ、これはあの三角行列ですから、まあ、対角成分全部1なんで、えー、まあ、行列式は1だと。ですね。それから、QNIC。これは、まあ、対角行列ですから、まあ、特に三角行列ですけれども、あの、対角成分の積は当然、1箇所だけ C があるわけですから、C です。 で、rnij は、あの、置換行列ですね。1個だけ i と j を置換したということですが、マイナス1ということになります。ということで、これを全部かけるとどうなるかということですけども、えっと、どうなりますかはい。p5123。えっと、これなんか、えー、これは消えるわけですね。まあ、だから1のところは全部使ってないですね。これ、あの、この3があってこれ3じゃないですよ。これはあの、これ1ですが消えてるわけですね。ここですね。マイナス3と、それから、マイナス1と、 と、それからこれ1です。ここは4と、でこれマイナス1ですね。で、最後が3と。ですね。はい。ということで、これ全部かけたものがマイナス36となると。以前、その正則行列、まあ、正方行列をですね、あの、基本行列の積で書くという問題を基本変形のところでやりました。まあ、それを使うとですね、まあ、それをきちっと書いておいて、その計算がちゃんと行列と一致するということと、それから、 確かめられれば、行列式の計算は、こうやって、あの、まとめてやることももちろんできるわけですね。はい。まあ、めんどくさいですけども、まあ、非常にあの、まあ、もし間違っても、どこで間違ったら非常にわかりやすいということで、まあ、こういう計算をですね、あの、まあや、や、やってみると、まあ、実際、自分がどこでどういうふうに計算してちゃんとできているか、間違っているかということを、まあ、チェックはできると言えばできますね。まあ、非常に手間はかかりますけれども、まあ、理屈は、これでちょっとわかってもらえるんではないかと。